いや今のゴッドハンド投げはちょっとね。ね、アイシナさんちょっと今のはね、ダメですよね。このゴッドハンド投げとか、だいぶ意味がわからないですよ、あれ。さあ、2回戦第1試合、サトチーさんと小市さん。あ、もういいよ。あれ、小市さんはさっきいたよね。はい。サトチーさんとじゃんけん。第2回仙台1試合夢と現実心身と無心サトチーミツル対小市エリザベス。あ、俺ミツルつきたいの。どうなるこの試合。ワディワディエリザベスさん、ヨネエリザベスさん、ガトスドラゴン、ソビエトの宝石、今まで大量に全先制していってるのがエリザベス。うまく画面端まで持っていくが、ここでミツル側がバースト。さあ、お互い遠距離で今度うまく攻めていってるエリザベスが 5C2C でうまく相手の暴れを取っていって、 CB からエジオ。さあ、 SB グフガーキャンをボコスカで避けていって1本取るのがエリザベス。さあ、第2ラウンド目、B ドローがうまく当たって逆に取っていくのがエリザベス。と思ったらコンボミスっていってエーレンコンを食らってしまう。さあ、攻めているのがミツル側、エーレンでどんどん攻めていく。さあ、2C に本拠を当ててしまった。さあ、うまくそこからエリザベス側がコンボをしていって4500。さあ、フェイタルカウンターしてしまったぞ。まあ、バーストをするしかないでしょう。さあ、逆切りがうまい具合に当たっていって SB マハラギから初回復リアです。 D はちゃんと読んでいる。ミラペルセルが壊れてしまったぞ。エリザベス側はすることがない。逆切れを読められ投げ抜けされていくが時間を稼いだ。ただ逆切れされて1本取り返すのがミツル側。さあ、最終ラウンド攻めているのがエリザベス側。もらってしまって画面端にもやられてしまう。ジャンエカウンターヒットをコンボに上がらない。エージを当たってエージを逆切れ。あれ、キャンセルできる。さあ、 B 字をか、エージを SB マハラギ。ここしか見えていない。さあ、空港はできない。 B ドロー当たってコンセントレート。逆切れ投げ抜けできず。さあ、 5C で攻めていくがうまく噛み合わない。 2C1 も 5C2C 当たってしまった。逆切れしていってブラインが 5B 当たって勝利したのがエリザベス。次、エイトさんと暴れんなよさん、暴れんなよさん、あれ、アバレンダーさんとエイトさん。アッコーガーは見事に勝利しました。クマトラをまとった方々に今年は毛皮にくるまるのが流行でございます。さあ、エリザベスの 2C はうまく壊し2こすりをなんとかうまく逆切れで避けないと多分ダメでしょうね。ナオトだと相手の 2C は別に5パン逆切れで全てを投げ払っているんですけど、あなたのお姿と受けたまわりました。食うか食われるか。さあ、エリザベス対アイリス。今日はエリザベスが活躍している。さあ、ファースト当たって SB マハラギからもう一回やっていく。
たじゃん、シール締めて、アイリス側は逆で、まだお互い決定台は作っていない。アイリス側がジャンビーでうまく攻めていって SB 激怒、ラジカルからジャンシー激怒締め、足払いが当たった。さあ SB から逆になってしまったが、なんとか逆切りをしていって一本取るのがアイギス。ここ第2ラウンド、ジャンビーから攻めていってジャンシー激怒ファイヤー。さあそこからキンパをしていって、今度はエリザベス側が攻めていく。さあ何もない。さあエーレンからジャンビーでうまく補正器を切っていった。さあコンボは失敗してしまう。さあ 2B ガトリングで遠距離はアイギス側がちょっと詰めている。クイックエスケープからコンボをしようとしたが、ちょっと距離が遠かった。ピンシーは黄色いけど気にしない。ジャンディーあ、ゴディー当たって 5A5C とともにバスト。さあ B ジを当たって A ジを当たる。さあ A ジを当たる。さあ残りアイギス側はないぞ。しかしここでエリザベス側がペルソナがなくなってしまう。逆切れ投げ抜けできない。さあここでエリザベス側のペルソナ復活。さあ EB を燃えていって攻めているのがアイギス側、ラジカル入らない。 EB やって一本取り返すのがエリザベス。さあ最終ラウンド、さあデッキスケープから A 連していって2ジャン B が当たらない。さあ金馬をしていって SB マハラギ、 ECB ブフライン、 SB ジオ。さあうまく避けようとしていくが、さあ関連を忘れていたのか、そのまま当たってしまって B ブフから逆切れ、ここスカにバーストしてしまうが、まだ死なない。さあ今度攻めていくのはアイギス側、逆切れをカウンターヒット。 SD マハラが抜けていく。もう一回逆切れ当たって、さあベロベロだ。 A に A 足払い、ここスカ見えている。 A から足払いで 2B 対空して勝利したのがアイギス。あ、ちょ、今嘘ついた。エリザベス、次、ホーチャンさんと ST さん。劇的逆転勝利、すごい試合でした。しばらくお会いせぬ間に、なんというかっきー願いのり、私、花火的な何かを感じてしまいました。さあエリザベス、結構補正切り